皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです、今回の卓球知恵袋はカット打ちのドライブのコツについてやっていこうと思います。今回の内容は初級者から中級者までの方が対象になっています。今回の内容はカット打ちが苦手な方、または下回転をドライブで安定させることが苦手な方、カット打ちの時に、打ち急いで攻めるの急ぎすぎて自滅して負けてしまうという方、そんな方はしっかりと話を聞いてほしいなと思います。カット打ちを成功させてカットマンに勝つためには落ち着いてドライブをミスしないという自信を持つことが大切になってきます。そのためにはしっかりと続けられるカット打ちを続けられるドライブを覚えること、安定したカット打ちを身につけるということがとても重要になってきます。ミスしないという自信を持てばカット打ちが得意になると思います。そのためにはカット打ちのドライブのポイントをしっかりと押さえてコツをつかむことが重要になってきます。ではそのカット打ちのコツをやっていきたいと思います。今回の手順はたった一つになります。ラケットの面を下に向けない、これが今下に向いている状態です。普通の例えば上回転に対してのドライブだと、人によって差はあると思うんですけど、ドライブでこうやって面を出してかける方っていうのはいない。こう下にかぶせて回転をかける、もしくは普段下回転に対してでも少し面をかぶせていくような形になると思うんですけど、カット打ちの時はとにかくラケットを垂直もしくはさらに面を上に向けるぐらいでも大丈夫です。まずはこれでしっかりとこうかけるということを、高いボールでもいいのでかけるということを練習してください。カット打ちが苦手な方っていうのはカット打ちをネットミスしないということが重要になってきます。そのためにラケットをしっかりと上に向けるということが大切です。でポイントはナックルでこうナックルカットでこうふわーって浮いたカットが来るまでは面を絶対に下に向けないということです。チャンスボールが来たからといってこう面を下に向けてしまうと不用意に打つと実は高い球でもネットミスしてしまうというケースが多々あります。ですので、ナックルでも切れた下でもこの面はちゃんとしっかりと下に向けない状態で粘って粘って粘ってナックルの浮いた球が来たらやっとしっかり面を下に向けて強打するという意識でやってみてください。で、面を上に向けてるんですけどナックルカットだったらポーンって上げて、普通に自分からちょっと回転をかけてやる、こうやってカット打ちをしてブチ切れが来た時は同じ角度でこうちょっと上を向いたぐらいの同じ角度で自分もしっかりと回転をかけてやれば絶対に落とすことはないです。それを前に振ってしまうから回転に負けて落ちるだけで、しっかりとこの面を作れば下から上に上げる打ち方しかできないので、まず落とすことはないと思います。なのでまずは練習でしっかりとカット打ちをやり込む、絶対にミスしないという自信を持つところまで、練習をやり込むということが重要になってきます。そこで、やみくもに練習するよりは、しっかりとミスしないということを覚えるためにこういった打ち方でやってみてください。多球で中陣後陣からカットボールを出してもらってドライブを打つっていう練習をやっていきたいと思います。まずはミスしないようにしっかりと回転をかけて面を下向けずにドライブで返球するということをやっていきます。このように面が下を向いてしまうと回転に負けて落ちてしまいます。カット打ちを安定させるためにはしっかりと面を垂直かそれよりも上を向けるぐらいでしっかりと面を出してからドライブを打つようにしてください。じゃあがっつり切ってもらっていいですか。
っかりと目を上に向けて、まずはミスをしないようにしっかりと続ける練習っていうのをやってください。チャンスボールが来るまでしっかり粘って、そこまではしっかり面を上に出したままドライブをするっていうことを意識してやってください。